皆さんこんにちは、かほなんです。今日はまた渓流釣りに来ました。今日こそ釣ります。頑張ります。釣れました。初ゲット。このなんかね、岩の影のところに釣れました。釣れたのはこの子です。あー、ピントが合わない。次、あそこにかけます。姿勢低く。この辺を狙います。これちっちゃいな。釣れました。綺麗に入った。よいしょ。あー、待って、取るからね。今取るからね。よいしょ。めっちゃちっちゃい子です。返してあげます。この子はさすがに。捕まっちゃダメだよ、次かけます。今日釣れる、嬉しい。調子に乗ってしまいそう。よし、行きます。次、あのくぼみをさっきとちょっと違うとこ狙います。もうちょっと奥狙います。よいしょ。
現象がめっちゃ嫌。秘宝です。さっきまで使ってた竿を折っちゃいました。なんかこう絡まったのをほどいてたら脇に挟んじゃってパリッて言ってなんぞって思ったら折れてましたので、今回変えてきました。違う竿で頑張ります。全然飲み込んでない。ほら、スルッと取れた。来た。あー、大きいかも。あー、どうしたらいいんや。みんな同じだな、これ多分前釣ったやつと一緒かな。渓流小魚マスター、あ、渓流美食マスターへの道が早速この子で止まってる。こんな感じで焼いてます。できました。これさ、前食べたのと全部一緒な気がしますが、いただきます。味知ってるんだよ。川魚味、塩味、相変わらず美味しいです。まあ、なんて言ったってもう4時半近くお昼食べてません。ハイパー美味しいです、お魚。身も柔らかくてホクホクです。なんかこの子ばっかり釣れたから釣れやすいのかな。渓流美食マスターを目指している身としてはもうちょっと別の魚が食べたかった気がしますが、まあ今日はね、2019年
渓流釣りスタートして2回目でこんだけ釣れたのはなんかちょっと嬉しい。前は釣ったというか勝手に釣れてたやつなんで、まあ、今日はそういうのが楽しかったです。そして美味しいです。醤油かけました。合います。醤油合う。ごちそうさまでした。はぁ、口の中が塩。あ、でも、お魚さんありがとうございました。美味しかったです。それでは、渓流、今年2回目、やってみました。成果は、まあ、結構釣れたんですよ。ちっちゃいのがいっぱい釣れたんで、その子たちはお返しして、今ね、5匹食べたんですけど、まあまあ、こういう休日、楽しかったです。また遊びに来ます。今度こそ違うのを食べないと美食マスターの道が。頑張ります。それでは渓流動画以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。バイバーイ。